まだおちゃんです。出会いと別れを繰り返しながら荒廃した世界を一人の少女が旅していく夏の彼方続きやっていきます。やっぱここに夏のちゃんがいないとこのオープニングもオープニングの絵もちょっと寂しいよね。やっぱり前回この荒廃した世界がなんと宇宙人の仕業であるという仮説が立って、でその宇宙人が私であるという画面越しの私ね。だからもうパソコンを切ってシャットダウンしてもう語りかけてこないでさよならって夏のちゃんに言われて、一方的にね別れを告げられて、で次の物語に進むにはもうこのゲームを落とさなければと一回シャットダウンねして、でまた開くと進めるっぽい。一回ゲームを落とさせるなんて粋なことするね。ほんとノベルゲームでそんな初めてやわ。では気を取り直してやっていきたいと思います。どうだ、お部屋には大きな窓がある。天井ぴったりまで伸びる大きな窓。昼の間は日差しが降り注ぎ、夜は街の明かりが静かにやってくる。窓の外を見るのが好きだった。だからカーテンを閉めている時間はとても短い。眠れない夜は窓の向こうの夜空をぼんやり眺めたりする。これは誰視点が始まってんの？私のことかな。今もまた夜の空を登っていく月を見上げている。雲のない夜だった。どこまでも一様の空に大きな月がポツンと浮かんでいる。距離感がうまくつかめない。とても近くにあるような気がする。手を伸ばせば届きそうなくらい。でもとんでもなく遠いような感じもする。そして本当のところは途方もなく遠くにある。月を見ていると天国のことを思い出す。亡くなった人の行くところ、生きていては決して覗けないところ、ここからはとても遠い別の世界。月の端っこに遠い昔にはなかった模様が見えた。わずかなにじみのようだけれど、でも確かにある。そこが天国なんだとうとうとしながら思う。月には天国がある。エピソード5-1、月の天国。月には天国がある。あの夏、亡くなってしまった祖母もそこにいる。何度も忘れてしまおうとしたけれど、できなかった。すべて夢だったのかもしれないと思いながら、それでも画面越しに見た空の青さを覚えている。え、これおばあちゃんの話とか言う？この人の。おばあちゃんが夏のちゃんとか言わんでね。それだとおかしいか。あ、ないわ。私の考察は本当に的外れやから。一つ、たった一つだけあれから分かったことがあるとするなら、あのコンピューターのことだった。亡くなった祖母の物置から出てきた古い古いコンピューター。確かに古いものだったけれど、でも調べれば情報は見つかった。古いデザインの製品ページが見つかって、当時の触れ込みがいろいろ書いてあった。調べたんだ、ググったんだね。マニュアルを読んで分かったのは、このコンピューターは専用の線をつながなければネットワークに接続できないということ。無線でネットワークに接続されない。外部と通信するには専用のケーブルを突き刺さなければならない。突き刺さなければとは。でもそんなケーブルを刺したことは一度もない。このコンピューターを通して彼女と話をしていた時でさえ。怖っ。ほんまに電波受信してたよな、じゃあ。Wi-Fi とかのもう範疇を超えてるわけや。また天国の話かな。このコンピューターは多分どことも通信していない。なら彼女たちはどこにいるのか。何かに一歩近づけたような気がしたけれど、分かったのはそれくらいで、そこから先には進めそうになかった。それでも時間は流れていく。登った日はいつの間にか沈んでいく。季節だって移ろう。夏の暑さはもうとっくにどこかに行ってしまった。汗の滴るあの感じがどんな風だったのか思い出せない。本当に本当に全ては夢だったのではないかと思ったりする。夢か映画か、なんかそういう自分とは関係ないところで起きた出来事なのかもしれない。目が覚めたら忘れてしまうべきだった幻なのかもしれない。空には今夜も月が昇っていた。夜の空にはいつも月があって、月には天国がある。亡くなった祖母も今はそこにいる。お月様は天国っていう概念？空に浮かぶ月を見ていて、ふと思う。今まで考えもしなかったこと。絶対にありえないこと。そんなことあるはずがない。そんなことは起こらない。そんなことはありえない。めっちゃ断言するやん。なになに？絶対なんてないからな。
でも、もしかしたら。何気になる、続き言って。何考えてんだろう。物置の中から、その片隅の小さな暗がりの中から、あの古いコンピューターを引っ張り出した。あまりにも久しぶりにそれを見て、本当にまだ動くだろうかと思った期待と、それよりも大きな不安があった。でも電源につなげてみれば、少しだけ時間をかけて画面がついて、あの頃と同じ景色がそこに映った。ナイスナイス。いいよいいよ。夏野ちゃんどうなってんだろう。青い夏の空、つかめてしまいそうな重たい雲、アスファルトからの照り返しに揺れる空気、けたたましいセミの声、思わず息をついた、すべてが懐かしかった。忘れていた何もかもをその時思い出したと思った。夏野ちゃんの世界に来たぞ。初めて彼女と出会ってからもう1年が経とうとしていた。あ、もうそんなに経ったんだ。1年もよう我慢したな。私だったらもう1日たたんとも電源入れちゃうわ。そしてもうすぐ、また夏が来る。一年越しの夏。夏野ちゃん生きてんのか？てん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 。え？夏野ちゃん髪切った？なにこれ？夏野ちゃんこれ？ちょっと違うよね。こんな髪色やったっけ？違うよね。いや、誰？誰はこっちのセリフ？あ、誰が言ってんのこれ。なんか持ってるし。エピソード5、終わったんだけど。エピソード 5-2、1年ぶりの夏。このコンピューターはどことも通信していない。なら彼女たちが暮らしていた世界はどこにあるというのだろう。そう考えてある可能性を思いついた。でもそんなはずはない。窓の向こうの月がどんなに大きく見えても決して手が届くことはないように。一年ぶりに訪れた夏、返事をしたのは知らない少女だった。夏野ちゃんとはもうお別れ。今度からこの黒髪ショートカットの女の子と旅すんの、それもそれでいいよね。エピソード5はここまでですかね。なんか電子機器とか科学的な話がなんか原因なのかなと思ったけど、突然なんか天国とかお月様とか非科学的なものが混入してきて、ちょっとわけがわからなくなってね。スピリチュアル的な話も出てくるのかな。全然展開が読めないですね。1年ぶりに電源入れたら、今度はボーイッシュな女の子と出会って、ちょっとテンション上がってきたよね。これ楽しみだね。夏野ちゃんはじゃあもう携帯を捨てていったってことなんかな。寂しいな。夏野ちゃんのエピソードはもう終わりなのかな。再会できるのかちょっと全然わからないんですけど、次回やっていきましょう。では今回はここまでで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。聞こえていたはずの感情、変わらないものばっかを追って、永遠に咲いていることを嘘と知ってるんだ。振りかざした星殺したその手の中で